まあ、なんかいろんな国でなんか流してみた結果、なんか統計が取れてきて、なんかそのあのってですかね、うんうん、まあなんかすごい一極集中でこの国める曲ももちろんありますし、うんうん、でもどの国でも曲ってのがやっぱ存在するなと思って、うんうん、あるある、やっぱなんかそれにはやっぱりある程度やっぱ作品の力が結構強いものだなみたいな、うんうん、やっぱりこうまあもうエヴァとかそういうものはねもうなんか地球人全員知ってると思うんですけど、うんうん、あのこういうイベントに来る人にとってはなんかエヴァとか例えばナルトだとかこうドラゴンボールとか、うんうん、なんかあれ急になやっぱりどこでも通用するっていうか共通言語になっていうのがやっぱあって、うんうん、やっぱそこの全員知ってるっていうその海外のそのイベントで DJ やるときに全員知ってるって曲を流すのって結構なんかやっぱり日本よりやっぱレベルがハードルが高いなみたいなのがあって、やっぱり2019年の曲を流してもやっぱ全員知ってるってなかなかなかったりとかするんですけど、あ、はい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 、やっぱり日本は2019年の曲流してもお願いマッスルもなんかみんな知ってるみたいなあると思うんですけど、うんうん、なんかやっぱ海外だとそこまでやっぱ情報とかいろんなあって、やっぱそこではちょっと違うから、うん、あまりに土定番すぎてもやっぱり盛り上がらないし、うん、なんかこう、なんていうんですかね、ただ知名度が高いだけでも盛り上がらないし、なんかそれ、知名度とオタクのなんか濃さ度合いみたいな、そこのいい安分が取れてるところの曲が一番やっぱり盛り上がるな。はいはい。なんかそういう感じですかね。ですね、僕が行った中だと、わりかしなんかその、まあなんかやっぱヨーロッパとそのアジアとアメリカとみたいな、まあ大きく分けたときに、うん、やっぱアジアとかって特に韓国、中国とかは、やっぱりかなり日本と似てるなと思って、こう、例えばラブライブとかバンドリとか、うん、アイドルコンテンツがめちゃくちゃやっぱ強いなみたいな、うん、ここがやっぱその男性のオタクたちの主軸にいるなって思って、うん、思うけど、ヨーロッパとかになってくると、やっぱもうちょっと違う、なんか漫画っぽい見方をしてるな、みたいな、うん、あ、はい。やっぱなんかそういう、うん、まあジャンプが強いな、まあまあもちろん世界中で強いと思うんですけど、うん、ジャンプが強くて、なんかこう、RPG 系、SF 系がこう人気だったりとか、うん、まあ SAO、FGO、まあフェイト、うん、まあなんかこう、エビストとかなんかそういうのがやっぱこう強いとか、うん、もちろん世界中強いと思うんですけど、なんかそういう方がトップにいるみたいな。でもやっぱ、はいはい、中国とかはラブライブバンドリがトップにいるみたいな、なんかそういう違いがちょっと、アメリカとかはね、なんか両極、両極なみたいな感じもあったんですけど、単純に国と国の距離ってなんかありそうだなって思いますよね。砂森さんとかの方が多分ヨーロッパ行かれてると思うんですけど。そう、ヨーロッパはアイドル系はもう全然に近いですね。そうですね。なんかこういった、まあ2、3カ国なんですけど、うん、違うなみたいな、その、そう局地的なあの後ろの方で数人いるんですよ、喜んでるみたいな、うん、そうですね、わかるわかる、数人濃いやつがいるんだけど、こうなんかこう波にはならないって感じするんですよね、はい、そうですね、全員がおーって手を挙げるんじゃないんですよね、うん、なんか後ろの方から規制が聞こえるみたいな、なんかそういう感じで、うん、はいはいはい。